最近も相変わらずレイ様と仲いいんですか？聞いてみただけです。騎士さんは私に何か手伝ってほしいことあります？報酬は特別になしでいいです。何匹来ても平気です。騎士さんがそばにいてくれるから。変な意味じゃありませんよ。そこはさすがに近すぎます。もう少し下がってください。さもないと日頃の鬱憤ぶつけちゃいますよ。素材が余ったら騎士さんにも何か作ってあげましょうか。そうですね、何がいいですか？いいですか騎士さん、レイ様に変なことしたらただじゃ起きませんよ。騎士さんがレイ様に変なことしないように私がしっかり見張ります。ああ、また服が。ちょっとこっちに来てください。すぐに直してあげますから。あの、騎士さんってやっぱりレイ様のこと？なんでもないです、忘れてください。どうして騎士さんはひどいことした私にここまで優しくしてくれるんですか？まさかまた縛られたいとか？ありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。そこのあなた、何なんです？私の店に何か用ですか？さっきからずっと店の前に突っ立ってますよね。バイトさんだったんですね。それならそうと言ってくださいよ。すみません、怪しい人かと思っちゃって。依頼した紬です。来てくれてありがとうございます。バイト？そうでした、募集してたの忘れてた。すみません、怪しい人かと思っちゃって。依頼した紬です。来てくれてありがとうございます。体格や顔つきはちょっと頼りなさそうだけど、人手が増えるのはありがたいし、とりあえず採用で。今日はよろしくお願いしますね、バイトの騎士さん。早速今からお仕事です。衣装作りに必要な染料の元になる木の実を集めに森へ行きましょう。自己紹介は森までの道中でやりますね。私はカルミナというギルドに所属してます。アイドル活動のためのギルドなんですが、私はアイドルじゃありません。裏方として衣装作りやライブの運営を担当しているんです。ライブや衣装の評判も良くて、今では仕立て屋として独立できました。騎士さんも今度服を仕立てたいときは店に来てください。レイ様みたいに宣伝してもらえると助かります。そうだ、レイ様についてもお話ししないといけませんね。いいですか、レイ様は私のお得意様にして恩人なんです。今日はレイ様の服作りに必要なものを一緒に集めてもらいますよ。まずはレイ様がどんな方か語る必要がありますね。そんな時、レイ様は魔物から私を助けてくれたんです。魔族でもヒューマンの私にも優しく接してくださる素晴らしく高潔な心の持ち主なんですよ。それからというもの、私はレイ様のためならたとえ火の中水の中、ファンクラブにも入って会員のみんなとレイ様について語り合って。あれ、もうついちゃいましたか？もしかして私ずっと喋りっぱなしでした？すみませんでした、私ってつい喋りすぎちゃうみたいで。気を取り直して仕事に取り掛かりましょう。今回騎士さんに集めてほしいのはこの木になってる木の実です。取り方にコツがいるんです。いいですか、こうやって茎の部分を指で挟んで優しく曲げると。はい、取れました。実や茎がとっても柔らかいから気をつけてくださいね。さあ騎士さん、やってみてください。そうそう、優しく優しくって、そんなに強くしたら
顔が紫色になっちゃいましたね。大丈夫かなこの人、手際が悪いというか不器用というか。まあ初めてなんですから、気を取り直して再チャレンジです。いい感じです。上手になってきましたね。これなら私が見てなくても大丈夫かな。私はあっちの木の実を取ってくるので、ここはお任せしますね。この木の実の色は今回の衣装に絶対必要だから、何としてでも取らなくちゃ。なのにどうしてあんな高い位置に。くっ、あと少しなのに。この本気を出せばこれくらいと、えい、このへぇ、どりゃあ。なんですかいきなり。木の実の取り方、そのままヘタをねじってください。ありがとうございます。はい、その実を取ってください。ありがとうございます。びっくりした。いきなり後ろにいるし、それにすごく近かった。ちょっと待った、男の人の顔が近くにあったくらいでドキドキしてどうするの。落ち着け、落ち着きなさい紬。魔物、こんな時に縛り上げてやります。えい、避けられた？回り込まれる。このままじゃ危ない。騎士さんすごいです。本物の騎士みたいって、一発でヘロヘロになってるじゃないですか。どいてください。でも今なら、私を助けるためだからって無茶しないでください。でも今なら、騎士さん、とどめをお願いします。やりましたね。あれ立てない。ありがとうございます。さっきはヘロヘロになってたけど、騎士さん意外と力強かったな。さあ木の実も無事取れたことですし、町へ戻りましょう。騎士さん、今日はお疲れ様でした。これ今日の報酬です。あの、よかったら少し休んでいてください。お金は渡したんだから帰ってもらえばいいのに、なんで引き止めてるんだろう。私、最初は頼りないって思ったけど優しかったし、魔物から助けてくれたし、ちゃんとお礼したいな。やあ紬、こんにちは。あれ、はい、いらっしゃいませ。レイ様、ようこそお越しくださいました。本日のご用件は。この前頼んだ服ができているか確認に来たんだけど、まさかここで君と会うなんて思わなかったな。え、今の名前って。最近レイ様と親しげにしてるってファンクラブで噂になった怪しい男。それにしても驚いたよ、君が紬とも知り合いだったとはね。君も服で困ったことがあれば紬に相談するといい。ちょっと、いや、そこそこ変なところもあるけど腕は確かだよ。まさか騎士さんが噂の本人。嘘だって、名前なんて今初めて聞いて。そうだった、最初に名前聞くの忘れてた。名
前を聞いてたら絶対追い返してたのに。でも見るからに無害で優しそうな騎士さんがレイ様に近づいてあんなことやこんなことをするはず。もしかして私への態度も優しそうなふりで同じ手口でレイ様に取り入ったんじゃ。きっとそうだ。危なかった。ふん、私にも通用すると思ったら大間違いですよ。本当にそうなのかな。紬、どうしたの？大丈夫？はい、ごめんなさいレイ様、何でしょう。さっきも言った通り頼んでいた服なんだけど、出来上がったか気になって。さっき騎士さんと一緒に染料の木の実を取ってきたところです。あと数日で出来上がると思います。そうか、来週あたりに頃合いを見て出直すよ。はい、お願いします。君、紬と仲良くしてあげて。紬も。それじゃあまた。またお越しくださいませレイ様。騎士さんがレイ様に近寄る怪しい男だったなんて。私は あなたのことなんか嫌いなんですから。なんだ、騎士さんですか。何しに来たんです？冷やかしなら帰ってくださいね。わかりましたから、そんなに近づかないでください。本当ならもう一切関わりたくありませんけど、服に罪はありませんし、さっさとこっちに貸してください。ちょっと見せてください。こんなのすぐに繕えますよ。本当ならもう一切関わりたくありませんけど、服に罪はありませんし、さっさとこっちに貸してください。うわ、何ですかこれ、あちこちボロボロじゃないですか。ちょっと待っててください。はい、できましたよ。これ以上痛めないでくださいね。お代はいいですから、服は大事に着てあげてください。これからまた仕事？別にあなたがどこで何の仕事をしようがしたこっちゃありませんよ。ほら、さっさとどっか行ってください。もうムカつく。なんでレイ様はあんな人と。この間のレイ様、あんなに明るい表情初めて見た。なんで騎士さんはレイ様とあんなに。考えてたらもっとムカついてきた。仕事で大失敗して悪い噂でも広まればいいのに。それだ。仕事を失敗するように仕向けて、その話が広まればレイ様からも信頼されなくなるはず。我ながら完璧な計画、今日はもう見せじまい。早速実行するぞ。騎士さんはどこに。いた。あっちが町から出る前に何としても先回りしなきゃ。この先は平原に続く一本道、先回りして仕掛けないと。ここがいいかな。さてと、最高の罠を仕掛けるぞ。まずはこの魔物の毛で編んだ半透明の糸で転ばせてっと。よし、できた。これなら騎士さんには気づかれないはず。さあ、かかってきなさい。レイ様に近づく虫は全て私が始末します。来ない。絶対ここを通るはずなのに。もしかして騎士さんに何かあった？魔物に襲われたとか？
いやいや、心配してどうする。とにかく偵察しに行かなきゃ。いた。まだあんなとこに立ったまま気絶でもしてるんじゃ。ありがとうね、お兄さん。荷物重くないかい？何のお礼もできないのにすまないね。本当にありがとう。何さ、いい人ぶって。レイ様に近づく悪い虫のくせに。違う、そんなことない。騎士さんは本当にいい人なんだ。そんな人に私、なんてこと。罠、片付けよう。ああ、私、なんでこんなバカなこと考えついたんだろう。ではいたたた、誰なんですか。こんなところに落とし穴なんて掘ったの。私だ。自分で罠に引っかかるなんて。これが大丈夫そうに見えます？誰のせいでこうなったと思ってるんですか。騎士さんがおばあさんを助けちゃうから。おかげで仕掛けた罠に自分でかかったんですよ。そんな心配そうな顔してこっち見ないでください。こうなったのはそもそも騎士さんがおばあさんを助けちゃうから。おかげで仕掛けた罠に自分でかかったんですよ。それは、騎士さんとレイ様がこれ以上親しくなってほしくないからです。それだけですから。私のことは放っておいてください。助けなくていいって言ったのに、罠にはめようとしていた相手から助けられるなんて、情けなくて死にたいです。あの、ありがとうございます。あと、罠にかけようとしてすみませんでした。でも、レイ様は騎士さんなんかに渡しませんからね。私が紬のものになっていたとは知らなかったよ。レイ様、どうして。彼がいつまでも仕事に来ないから心配で迎えに来たんだ。すると、道の真ん中に開いた穴を覗いていたというわけさ。レイ様と一緒の仕事だなんて、そんなの聞いてませんよ、騎士さん。どうしてこんなことになっているのか説明してもらえるよね。はい、それは。以上です。はあ、彼は紬が考えていたような下劣な人間じゃない。それはもう分かっただろう。どうしてこんな真似をしたんだ。レイ様が騎士さんにだけ優しくするのが嫌だったんです。だってレイ様、騎士さんにはすっごくいい笑顔を見せるじゃないですか。な、別に私は。今度は照れ顔まで。ますます許せません。騎士さんばっかりずるいです。魔物？なんでこんなとこに。この先の平野に出た魔物退治が今日の私たちの仕事なんだ。ちょうどいい、紬も手伝って。私もですか。でも何をしたら。騎士さん、それ本気ですか。できるかな。いい考えだ。私と彼でここまでおびき寄せるから、紬は罠の準備を頼む。君、行くよ。あ、レイ様、騎士さん。二人とも、あんなことをした私を信じてる。もう、どっちもお人よしなんだから。やりますよ、やってやりますよ。紬、準備はいい。君は私を強化して。準備できました。あと少し後ろに下がったら飛び乗りてください。今です。
後ろに飛ぶよ。はっ、お願い、うまくいって。やったー、レイ様、あとはお願いします。ああ、一気に切り刻む、スラッシュスターム。終わったね。すごい、すごいです、レイ様。騎士さんも何ですか、さっきの魔法みたいな技。あれは彼が持つ特別な力だよ。紬もよくやったね。次は魔物を町まで運んでもらおうか。これを一人でですか。やだな、レイ様、冗談もお上手なんですね。本気さ。彼を陥れようとした罰は受けてもらう。早くしないと町へ着く前に日が暮れるよ。そんな、許してください、レイ様。騎士さん、ごめんなさい、もう二度としませんから。騎士さん、この忙しい時に何しに来たんですか。ああ、そういえばもう一人設営のバイトが来るって話が。それがよりにもよって、まったくどうしていつもいつも。まあいいです、騎士さんにもできる簡単な作業はありますから。腕章をつけたスタッフに仕事がないか聞いてみてください。ちなみに私がこのライブの運営責任者なので、わからないことがあれば私かスタッフに必ず質問してくださいね。というわけで早速仕事に取り掛かってください。お昼の休憩までは休みなしで行きますから。紬さん、3曲目の照明って青ですよね。はい、イントロ前から青系です。煙も足元のみで。紬さん、マイクスタンドですけど。3曲目の後にトークを挟むので、その間にお願いします。ふぅ、さすがに少し疲れたかも。あれ、騎士さんどうしたんですか。なんですか、いきなり。普通そこは飲み物だと思うんですけど。まあいいです、いただきますね。どうもです、おかげで一息つけました。ああすみません。何これ、甘、しかもドロドロ。でも疲れてたし、こういうのがちょうどいいかも。どうもです、おかげで一息つけました。なんで驚くんですか。素直な私がそんなに珍しいですか。言っておきますけど、休憩には早いですからね。騎士さんも作業に戻ってください。ほら、行って行って。でも心配してくれてありがとうございました。行っちゃった。さてと、早めに終わらせれば時間も取れるし、頑張らなくちゃ。ラストのポーズ、バシッと決める。そして曲が終わるまでポーズを維持。ふぅ、明日のセットリスト全曲踊り切った。もうダメ、動けない。疲れすぎたのかな。騎士さんの幻覚が見える。片付けて帰ろう。本物？どうしてここに。それより今の見ちゃったんですか。これだけは誰にも見られちゃいけないのに。仕方ない、ここは騎士さんを縛り上げて説得するしか。
今の聞こえました？あの、ご飯食べに行きませんか？踊って歌って叫んだらお腹空いちゃいました。あの、ここの食事はおごります。ですから、さっき見たことは誰にも言わないでください。特にのぞみさんとちかさんには絶対に内緒です。約束してください。約束ですよ。もし破ったら縛り上げて門の前で逆さ釣りにしますからね。まあ騎士さんなら口は固そうだし大丈夫かな。すみません、ラーメン2つ。絶対ですよ。もし他の誰かに言ったら縛って魔物の餌にしますからね。まあ騎士さんなら口は固そうだし大丈夫かな。すみません、ラーメン2つ。ラーメン2丁、かしこまりました。騎士さん、ラーメンって食べたことあります？美味しいんですよ。料理が来るまでの間に私が踊ってた理由を教えます。衣装担当の私がアイドルの振り付けについて口を出すんです。指摘できるようにきちんと振り付けを把握しておく必要があります。歌も同じです。それぞれに気をつける点がいろいろあります。でも踊りも歌も私がカルミナの中で一番素人なんです。のぞみさんより踊れなくても、ちかさんより歌えなくても、できるだけ二人と近い目線で振り付けや歌についてある程度の目線で話せるようになりたいんです。それがどんなに大変でも今の私に必要なことだし、それで私の作った服を着る人たちが最高に輝くならやるしかないんです。だって今回用意した衣装がすっごい自信作なんですよ。腰のリボンとスカートが生む躍動感、あの衣装を着て華麗に歌うのぞみさんが見えます。最高にキラキラ輝いて、はあ、なんて素敵な。すごい？私がですか？そんなことありませんよ。私はただ努力してるだけです。なんですか急に。褒めても何も出ませんよ。え、私がですか？騎士さんにはあの時の私がそんな風に見えたんですか？なんですか急に。褒めても何も出ませんよ。騎士さん、あの、今のって本気で？お待たせしました。ご注文の品でございます。何でもありません。さあ、これがラーメンですよ。冷めないうちに食べちゃいましょう。私がアイドル、私が本当のステージに立つ、頑張ってみようかな。騎士さんもああ言ってくれたんだし。いやいや、私はあくまで裏方でしょ。人に言われたからってすぐにできるものでもないし。でも私も二人と一緒に輝けたら。あれ、騎士さん、おはようございます。デザイン作業で寝てないのであんまりこっち見ないでください。今日はもう午前中で閉店です。はあ、今日はやけに太陽が目に染みますね。あれ、太陽じゃない。じゃあこの光は。ああ、もうダメ、眠くて何も考えられない。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。あたしがあんたのために作ってあげた
とびっきり素敵な夢。何よその心配そうな顔、信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。短い時間だけど会えてよかった。じゃあまた夜にアストルムで。待ちなさい、そこのあなた。そこのあなたですよ、あなた。これ以上レイ様に近寄らないでください、このストーカー男。そうです、あなたのことですよ。私はレイ様を一日中見ているんですよ。そんな私の目はごまかせません。誤解ですって。さっきまで下心丸出しの顔でレイ様と話していたくせに。私はレイ様を一日中見ているんですよ。そんな私の目はごまかせません。そんなことありませんよ。失礼な人ですね、あなたは。私はあなたよりもずっとずっと深くレイ様のことを理解しているんですよ。それなのにこんな着こなしの人に心を許してるなんて。だいたいレイ様は肝心なところで脇が甘いんですよ。最近はアストルムでも騎士さんと仲良くしちゃってるし。まだ話の途中ですよ。逃がしません、必殺メジャー縛り。どうです、もう動けないでしょ。これ以上は逃げようなんて考えないことです。そうです、練習してアストルムと同じ技を体得しました。え、まさかあなたはアストルムの騎士さん。アストルムどころかリアルでも騎士さんはレイ様と。あ、ちょっと待ってください、その発言まさか。あなたはアストルムの騎士さん。アストルムどころかリアルでも騎士さんはレイ様と。お二人とも何をなさっているのですか。レイ様じゃなかった、市長先輩。ごきげんよう。先ほどお帰りになられたのでは。彼に別の用があったのを思い出して戻ってきてみれば、あなた方はなぜこのような公衆の面前で私の名前をしかも大声で叫んでいたのですか。おい、あれって。やばそうだからあんま見ない方がいいって。いつの間にヤジ馬がこんなに。さっきストーカーって聞こえたよ。男がストーカーしてたのかな。あれ、でもあの子もおとなしくなっちゃった。男が二股かけたのか。あ、いや違うな、どっちもストーカーであの子を奪い合ってたんじゃね。誤解です、レイ様。私はただストーカー男をやっつけようと思って。それがまさかリアルの騎士さんだなんて知らなかったんです。言い訳無用、君もです。はい、すみませんでした。騎士さんも反省してくださいよ。騎士さんだって一緒に怒られてるじゃないですか。それに縛られ方で私に気づくなんて。いい加減にしなさい、二人とも正座。ほら早く。まったく、アストルムなら今頃真っ二つにしてるところだ。そんな、ごめんなさい、レイ様、許してください。
お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目覚めたらほとんどは忘れちゃってるだろうし、今はあんまり気にしないでいいわ。それにしてもつむぎちゃんって面白い子ね。特にあの技、一体何のために覚えたのかしら。努力家だけど時々変な方向へ行っちゃうみたいだし、できればあんたがちゃんとした方へ導いてあげなさい。あとは変なことしてまた縛られないように気をつけなさいよ。ひょっとしてあれ癖になってないわよね、なんてね。それじゃまた会いましょう。バイバイ。あれ、私寝ちゃってたの？岸さんも寝てたんですか？徹夜明けでもないのにのんきなものですね。なんででしょう、岸さんのそのぼーっとした顔、夢の中でも見たような気がします。確かレイ様のことで言い争っていたような。あんな夢を見ちゃったのも岸さんがレイ様と未だに仲良くしてるからです。仲良くしてるのがダメとは言いませんけど、もうちょっとですね、その時と場合を考えてもらえるとですね。夢のせいかな、なんか今岸さんにお詫びしないといけない気がしてきた。あれ、岸さん服がほつれてますよ。ほらここ。しょうがないですから私が直してあげます。言っておきますけど、私の使う糸は本当は人を縛るためのものじゃありませんからね。なんで岸さんの前だとなかなか素直になれないんだろう。いつか岸さんとの関係もこうやって服を直すみたいにちゃんとできたらいいな。まさか3着目がいるなんて、やられた。カルミナの初ライブ、のぞみさんとちかさんだけ出るはずだったのに。ポスターが出来上がったと思ったら、なんで私まで出演者に。もうやだ、のぞみさんに騙された。まあもう1着衣装を作れるのは嬉しいけど、ずっとうじうじしててもしょうがないし、やりますか。素材が足りないな。ヘルプのバイトさん雇って探しに行かないと。わあ、ありがとうございます。って、なんでこういう時ばっかり来るんですか。なんか私、困ってるたびに岸さんと会ってるような。妙にタイミングが合うというか、間が悪いというか。別にいいんですけど。はい、喜んで。なんて言うとでも思いました。また岸さんですか。なんか私、困ってるたびに岸さんと会ってるような。妙にタイミングが合うというか、間が悪いというか。別にいいんですけど。でもまあ、事情を知ってる岸さんが来てくれて正直ホッとしたかも。今度のライブで衣装がもう一着必要になったので、今日はそのために糸を吐く魔物を捕まえます。岸さんはこれを持っていてください。魔物を捕まえておくためのカゴです。それじゃあ出発しましょう。いいですか岸さん、今回は魔物をうっかり倒しちゃったなんてのはダメですからね。服に使う分の糸を吐かせたら野生に返さないといけないんです。むやみに討伐したら糸が取れなくなるので。早速いましたね。まずはあの色違いを捕まえましょう。あれはメスで、メスを捕まえるとオスが守りに来るんです。岸さんは霊の力で私を補助しながら、捕まえた魔物たちがカゴから逃げないよう見張っててください。行きますよ。それ、岸さん、カゴの蓋を開けてください。
まずはメスを捕獲します。体が軽い、いつもより動けるし力も出る。今日来てくれたのが騎士さんでよかった。どせー、オスが気づいて寄ってきましたね。この調子でガンガン捕まえていきましょう。2匹目、3匹目、まだ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 です。糸はいくらあっても困りませんから、もっと捕まえましょう。そんなの当たらなきゃいいんです。さっきのはおとり？くっ、動けない。そんな、う、縛りがきつい。このままじゃ。ありがとうございます。私はこのままで大丈夫ですから、引きずってでもいいのでここから離れてください。あたたたた、騎士さん、足を引っ張らないでください。頭が地面に。ふう、アクシデントはありましたが、無事に何匹かは捕獲できたのでよしとしましょう。すみません、急がないと騎士さんも糸に巻かれちゃうので、このまま私を担いで逃げてください。ひゃお、どこ触ってるんですか。変態なんですか。そうなんですね、やっぱり下ろしてください。はあ、待って待って、嘘です、冗談です。真に受けないでいいから早く逃げて。ふう、アクシデントはありましたが、無事に何匹かは捕獲できたのでよしとしましょう。糸で捕らえられてしまった時、騎士さんの縛られている気持ちが少しわかりました。まさかあんなに苦しいとは思ってなかったんです。騎士さん、その初めて会った時に縛ったりしてごめんなさい。でも私が気にしてるんです。なんでこの人は私に優しいんだろう。なんでそんなこと言うんですか。私が危険な目に遭う方が苦しいんですか。なんでこの人は私に優しいんだろう。違う、レイ様にも同じなんだ。騎士さんはきっと誰にでも優しいんだ。そうに決まってる。騎士さん、私さっきみたいな無茶はもうしません。今度何かあったら騎士さんにまた助けてもらいますね。これバイト代です。今日はありがとうございました。それじゃあさようなら。騎士さん、今日は来てくれてありがとうございます。あまり他の人には聞かれたくない話なので、こんな場所になっちゃいました。騎士さん、実は最近カルミナのメンバーにつきまとう輩がいるので、一緒に退治してください。お願いします。騎士さんも見に来たカルミナの初ライブの後から、人の気配みたいなものをよく感じるようになったんですよ。きっとのぞみさんとちかさんが標的です。お二人は人気もありますし、魅力的な方々ですから。ですがそんな二人を守るのが裏方も兼ねる私の務め。このまま野放しにしていたら何が起こってもおかしくありません。私はいいんです。っていうか、私につきまとう人がいたら先に気づきますよ。なめないでください。伊達にレイ様を見守ってきたわけじゃありません。人の視線には敏感な方なんです。とにかく何か起こってからでは遅いので、私たちで協力して犯人を捕まえましょう。私はそこまで人気がないので大丈夫です。一応心配してくれるんですね。
ありがとうございます。とにかく何か起こってからでは遅いので、私たちで協力して犯人を捕まえましょう。今日から岸さんはチカさんとのぞみさんの周辺を監視してください。それに二人でガードを固めれば近寄ってこなくなるかもしれません。万が一相手が姿を見せても大丈夫なように捕獲用の罠もあちこちに仕掛けてあります。間違って引っかかっちゃダメですよ。犯人もろとも自爆するなら許可します。これでよし、カルミナのメンバーを狙ったこと後悔させてやりますよ。さあどっからでもかかってこい。かかってこい。かかってこい。何にも起きませんね。気配も感じられなくなっちゃいました。もしかして危険を察知して身を引いたんじゃないでしょうか。きっとそうですよ。あーよかった。これからダンスレッスンなんですけど安心していきます。岸さん、数日間ご苦労様でした。岸さんもそう思います？あれだけ厳しい警戒網を敷いた結果が出ましたね。これからダンスレッスンなんですけど安心していきます。岸さん、数日間ご苦労様でした。はい、どうぞ。今回の報酬です。それじゃあ私行きますね。お疲れ様です。ふう、今日のレッスンも厳しかったけど少しはうまくステップが踏めるようになったかも。ん、後ろに人の気配が。岸さん、やっぱりそうだ。心配性だな。あれ、気配がもう一つ。通りすがりの人かな。立ち止まれば通り過ぎるよね。せーの。お、誰も通り過ぎない。誰、誰なの。近づいてくる。どうしよう。やだ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 。逃げなきゃ。足音だ。追いかけてきた。やっぱり騎士さんじゃない誰かいたんだ。だとしたら逆恨みした犯人が。あ、行き止まり。こんな時に。つむぎちゃん、助けてください。騎士さん、騎士さん、よかった。もうちょっと早く助けに来てもいいんじゃないですか。なんだお前は。くそ、どけ。遅いですよ。怖かったんですから。でも助かりました。後でちょっとだけ褒めてあげます。なんだお前は。くそ、どけ。来ないで。あっち行け。そうか、今なら私の意図でおとなしく捕まりなさい。うわー、体に糸が絡みついて動けない。やったー、捕まえたー。岸さん、私やりましたよ。テスト。もしかしなくても今危うく抱きつくところだったでしょ。危ない危ない。さっきまでも危なかったけど今のは別の意味で危ない。落ち着け。私、レイ様の顔を思い浮かべて深呼吸しろ。レイ様。
ち着いた。あの、騎士さんはどうしてここに？そうだったんですね。ありがとうございました。おかげで無事です。さて、ちょっと取り乱しちゃいましたけど、そこのあなた、どうして私を追いかけてきたんですか？だいたいあなたはのぞみさんかちかさんを狙ってたはず。人違いにも程がありますよ。だって大好きなつむぎちゃんがやっと一人になってくれたから。そうですか、大好きな私が一人に。私？じゃああなた、私のファンなんですか？僕は君の大ファンなんだ。ライブの時、君はカルミナの中で誰よりも可愛くて輝いてた。いや、そんな。君こそ僕の女神なんだ。どうか付き合ってください。お願いします。私、告白されるなんて生まれて初めてで、その、なんでもありませんよ。こっち見ないでください。明後日どころか1年後の方でも見ててください。あの、私、今は気になる人がいるんです。だからあなたとお付き合いはできません。ごめんなさい。そんな、ようやく見つけた女神だと思っていたのに。この人、レイ様を見てる時の私に似てるかも。気持ちをどう表現したらいいかわからなくなって、相手を思いやることよりつい自分の思いを優先しちゃう。あなたの気持ちは嬉しいけど、伝え方を間違ったんだと思います。伝え方？だからちゃんと牢屋で反省して、今度好きになる人には後ろからじゃなくて正面から素直に自分の気持ちを伝えてあげてください。ああ、ごめんよ、つむぎちゃん。分かってくれたならいいんです。っていうか、あなたの技術が未熟だから私が勘違いしちゃったんです。ついでにそこも反省してきてください。何ですか、あのバレバレの気配は。あんなに分かりやすいのは気づいてくれって言ってるのと同じです。ごめんなさい。大体ですね、ファンならもっと視線を気取られないようにしないとダメなんです。あなた、まるでなってません。見守ることこそがファンとして最も大切な心がけなんです。僕を見てくれって視線を飛ばしちゃ、そりゃ相手も気づきますよ。視線は気高く咲く花を慈しむように、限りなく気配を消して自然や風景と一つになるんです。見つめるだけならただですから。ただし、そっとですよ、そっと。いや、あの、僕はもう。あなたはまず視線の送り方から勉強しないといけません。こら、逃げない。座りなさい。さ、早く。騎士さんも聞いてください。しても勝手に私のソロライブなんか計画して、おまけに新曲まで用意されてて。あくまでのぞみさんとちかさんのおまけだと思ってたんだけどな。本当に私だけのライブにお客さんが来てくれるのかな。私、一人でステージに立つとか実感湧かないし、全然想像できない。ああ、もうどうすれば。はあ、鉄騎士さん？何ですか？急に現れて。
私だってため息くらいつきますよ。騎士さんみたいに能天気じゃありませんから。あーもう騎士さんのせいで余計にナーバスになっちゃいました。怒ってません、困ってるんです。いきなり怒鳴ってすみません。こんにちは騎士さん。不機嫌そうな顔しちゃダメですよね。でも今回は本当にどうしようもないんですよ。あーもう騎士さんのせいで余計にナーバスになっちゃいました。あーでも騎士さんに相談してどうにかなる悩みじゃないので気にしなくてもいいです。これは私だけの問題ですから。実は今度ソロでライブしなきゃいけなくなって。来なくていいですって、ちょっともう行っちゃうんですか。言うだけ言って、あの人はあんな歌詞の歌騎士さんの前で歌えるわけないから見に来てほしくないんだけど。それに今騎士さんに優しくされたら私絶対頼っちゃう。二度目の投資リハ終わり、疲れた。ちょっと休憩しよう。はあ、歌も踊りも大丈夫。新曲の歌詞、のぞみさんが書いたんだよね。素直になれない女の子が気持ちを伝えたい歌、これが私にぴったりって。のぞみさんは私のことどこまでお見通しなんだろう。これじゃあまるで私が騎士さんのこと、いやいやそんなこと、いやでも大体騎士さんにはレイ様が。違う、今はライブに集中。それにこの曲はレイ様とファンへのラブソングなんだから。そう、これはみんなへの思いを歌ってるの。だから特定の誰かに向けた歌じゃなくて。あれ、誰がこっちに来る。騎士さん、なんでいつもいきなり現れるんですか。いきなりはいきなりです。私にとってはいきなりだったんです。もしかして騎士さんって私を尾行してるんですか。やめてくださいね、そういうのは。まさか私以外の女の子にも。あーやだやだ、まったくもうこれだから。本当にあなたって人は。騎士さん、ちょっとだけ私の話を聞いてもらえますか。そういえば前にも話聞いてもらっちゃいましたね。あの時は私がソロでライブをやることになるとは思ってませんでした。アイドルを途中で投げ出すつもりはありません。できる限り頑張るつもりです。私は私じゃなくて他の誰かを輝かせるのが好きなんです。それに自分のことは十分やってるつもりです。そんな私が本当にソロで活動するべきなのかなって思うんです。ファンですか。そういえばこの間一緒に捕まえた人も私のファンでしたね。意外といるんですよね、私のファンって。知ってますか、応援されるのって案外悪くないんですよ。そんな人たちが少しでもいるなら、応援してくれる人がいるなら、私頑張れるかもしれません。まあ一生懸命素材集めて作った服ですし、着ないともったいないですよね。それにのぞみさんより踊れなくても、ちかさんより歌えなくても、できるだけ二人と近い目線で振り付けや歌についてある程度の目線で話せるようになりたいんです。それがどんなに大変でも今の私に必要なことだし、それで私の作った服を着る人たちが最高に輝くならやるしかないんです。私には輝かせたい人がいる、輝く私を好きな人がいる。自分の作った服を着る人が最高に輝くならやるしかないですよね。たとえそれが私自身でも。そのためなら私は
どんなことでも頑張れます。なんだか元気になってきました。よし、ソロライブ絶対成功させるぞ。調子の戻った私を見て嬉しいんですか？じゃあもう満足ですよね。ライブは見に来なくていいです。当日どうしても暇で退屈でもう今にも死にそうだって思うくらいすることがなかった時だけ見に来てもいいですよ。今日のライブ一人だけど絶対成功させてみせます。いくぞみんな。今日は私のソロライブに来てくれてありがとうございます。精一杯頑張るので楽しんでいってください。つむぎちゃん、すごい歓声、それにファンの笑顔。キジさんの言う通り、この人たちがいるから私頑張れる。それじゃあまず1曲目聴いてください。新曲です。とにかく精一杯歌って踊って頑張って、どこまでできるかわからないけど全力で私の中の気持ちあなたに届きます。だからちゃんと聴いててくださいね。この人たちみんな私のファンでこんなに楽しんでくれてる。キジさん、あなたの言う通りでした。私頑張ってよかったです。まだまだ盛り上げていきますからね。皆さんも全力でついてきてください。イエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様です。はあ、疲れた。キジさん、出待ちは禁止なんですけど。冗談です。来てくれてたんですね。ありがとうございます。今日のライブどうでした？新曲みんな喜んでくれてほっとしました。キジさんもいい曲だったと思いません？歌詞だって、やっぱりいいです。何も言わないでください。岸さんの感想って月並みで、ほら面白みに欠けてそうですから。この開放感久しぶり。今から何しようかな。休みの日って何をすればいいんだっけ。そうだ、好きなことをしよう。裁縫は仕事でやってる。他には、好き好き、レイ様が好き。レイ様に会いたい。そういえば最後にレイ様のお顔を見たのかなり前だよね。ああ、お会いしたいですレイ様。その代わり最近キシさんとばっかりだな。最初はレイ様についてる悪い虫だと思ってたのに。キシさんって休みの時何してるんだろう。なんでキシさんのことなんて考えてるの。違うから、私が好きな人はレイ様だから。時に見つけちゃうんだろう。いきなり現れないでくださいよ。こっちにだって準備ってものがですね。ちょっとキシさんのこと考えちゃって。なんでもないです。ないですから。ないって言ってるの分かりました。いきなり現れないでくださいよ。こっちにだって準備ってものがですね。
何この光、誰かド派手な服でも着てるんでしょうか。そういえば前にもこんな光が。早く着きすぎちゃった。カフェで待ってよっと。もしもし。ごめんなさい、つむぎさん。お父様の外国のご友人が急に我が家いらっしゃることになって、私もランチを一緒にとお父様から言いつけられてしまいましたの。そうですか。お家の用事じゃしょうがないですよね。お買い物はまた今度にしましょう。ありがとうございます。この埋め合わせは必ずいたしますわ。それではごきげんよう。ごきげんよう。外国の人とランチか。お嬢様学校の友達付き合いって思ってたより大変だな。何もしないで帰るのは嫌だし、一人でショッピングしてもいいけど、やっぱり誰か誘おうかな。今から誘える人って誰かいたかな。レイ様ともお買い物に行ってみたいな。そしたらレイ様にはあんな服やこんな服を着てもらって。はっ、こんな妄想止まらなくなっちゃうからまた今度で。誰かいないかな、誰か。いた、暇そうな人。もしもし、キジさん、今暇ですよね。いや、暇ですね。嘘です。というわけで今から送る場所まで大至急来てください。お願いしますね。そこまでということは暇なんですよね。じゃあ私のいるところまで来てください。今場所の情報を送りました。お願いしますね。岸さん遅いです。でも来てくれてありがとうございます。実は、というわけなんです。それですぐに岸さんの顔が思い浮かんだんですよ。小学校の同級生は部活で忙しいし、王林堂のクラスメートはみんなお嬢様だからちょっと抵抗があって、岸さんならちょうどいいじゃないですか。荷物持ちにもなりそうで、暇そうな人って他にいなくて。今から私の買い物に付き合ってください。お礼に岸さんの服も見立ててあげますから。いいですよね、ねえ。とか言いながらここまで来てくれたということはついてきてくれますよね。そのダサい服装もなんとかしてあげますよ。さあ行きますよ。どこから見ていこうかな。決まりですね。ありがとうございます。岸さんのファッションセンス、私が鍛えてあげますね。さあ行きますよ。どこから見ていこうかな。あ、岸さん見てください。あのワンピース、すっごく可愛くないですか。裾のフリルが凝ってて素敵です。ちょっと中へ入ってみましょう。もしかして恥ずかしがってるんですか。大丈夫ですよ。男性用の服も取り扱ってるお店ですから。はぁ、これかわいい。こっちのもいい、これもいいな。すみません、試着してくるので待っててください。じゃじゃーん、どうですか、似合ってます。似合ってますよね。ありがとうございます。それじゃあこの2つと今着てるの、どれが私に似合うと思います。早く答えてくださいよ。全部似合うって答えたら縛り上げて店から追い出しますね。かわ、ああ、服が可愛いってことですよね。まったく変に誤解しちゃうところでしたよ。わかりました、これ買うことにします。ほほーん、岸さんってこういうのが好みなんですね。そうですか、へー、わかりました、これ買うことにします。彼女さん、どれもお似合いですよね。彼女
そんなんじゃありません。大体なんで私がこんなダッサい人と。いや、服装がダサいだけですけど、大体私にはレイ様がいるんですから。騎士さんもなんとか言ってくださいよ。そんなんじゃありませんから。はい、お疲れ様。つむぎちゃん、やけに楽しそうだったわね。それは誰かさんと一緒だったからみたいだけど、あんなに浮かれちゃうなんて、よっぽどあんたに会いたかったのかしらね。しばらくはあの子がどう変わっていくか見守っててあげなさい。茨の道をあえて進むのか、それとも来るべき時が来たらちゃんと受け止めてあげなさい。目が覚めたらまた慌てっぷりが見られるかもしれないわよ。自分の気持ちをごまかしきるのは難しいでしょうから。違う、私たちそんなんじゃん。ここはあれ、さっきまでのは夢？騎士さんもですか？私もです。確か服を一緒に選んでて、それで私が騎士さんと恋人に間違えられて。違う、あれは夢の中の話だから。もしかして私、休日に騎士さんと出かけたかったの？あんな風に？それであんな、あんな夢を？いいですか、騎士さん。よーく覚えておいてくださいよ。私にはレイ様がいるんですから！私の意図からは逃げられませんよ。なんか最近レイ様と同じくらい騎士さんのこと考えてるような。まさか、ないない。レイ様に近づく男は私が排除します。まさか騎士さんがレイ様に近づく男だったなんて。ちょっといい人かもって思いましたけど、私は絶対に認めませんからね。この間はすみませんでした。騎士さん、一つだけ教えてください。どうすればレイ様とあんなに仲良くなれるんですか？騎士さんのこと、最初はレイ様を狙う怪しい男だと思ってました。私に優しかったのも不利なのかなって。でも今はもういい人だって知ってます。レイ様と仲良しなのは羨ましいっていうか、結構ムカつきますけど。別に嫌いじゃないですよ。だからって調子に乗らないでくださいよ。いいですね、わかりましたか？もしですよ、もし私がカルミナのライブに出るとしたらどう思います？やっぱり今のなしです。忘れてください。
の時は本当に助かりました。おかげでいい衣装が作れそうです。これからも頼りにさせてもらいますね。いやー、まさか私のストーカーが現れるなんて思ってもいませんでしたよ。騎士さんのおかげで助かりました。私、最近よく騎士さんに助けられてますよね。いつもありがとうございます。私だってお礼くらいは素直に言います。いいんですか、レイ様と一緒にいなくて。私なんかよりもレイ様といた方が騎士さんも幸せでしょうし。それでも私といてくれるの嬉しいですよ。他意はありませんから。今はこれくらいが精一杯です。だから待っててください。私もいつかデザインをまとめて本に。のぞみさんの衣装はああして、ちかさんのは。炎を使った服ってかっこいいかも。でも材料がな。むっ、あの人のスリーサイズは、ほほう、なるほど。小さくてかわいい。そうだ、レイ様のぬいぐるみよ。私がアイドル、実感ないけど、精一杯やってみよう。戦いましょう。やるなら全力です。元気をお届け。愚か者め、畳みかけるわよ。えい、かな、いいか、届きも恐怖しろ。バーミリオンバイト、わらわは不死身じゃ。元気をお届け。やっ、負けないわ。愚か者め、畳みかけるわよ。足止めします。無礼者め、恐怖しろ。バーミリオンバイト、わらわら不死身じゃ。へい、それそれ、クールに燃え上がる。その調子、震えろ。私の糸からは逃げられませんよ。とっておきです。フェイタリティバインド、キラキラ、さすがだね。勝利への一撃、ソードオブフェニックス、さすがだね。えい、行くぞ。それそれ、恐怖しろ。バーミリオンバイト、
わらわは不死身じゃ。クルールに元気をお届け。攻めていきましょう。なるがいい。それそれ。ラスト決めるよ。元気。風の精霊よ。大気の加護を。クールに燃え上がる。お待たせ。ショータイム。リズム上げるよ。ありがとうございます。オールカム、私の糸からは逃げられませんよ。とっておきです。フェイタリティバインド。え、恐怖しろ。バーミリオンバイト。わらわは不死身じゃ。はっ、負けないわ。勝利への一撃、ソードオブフェニックス。お見事です。オールカムの目、元気をお届け。クールに燃え上がる。やそれそれそれ、畳みかけるわよ。足止めします。震えろ。怪我はありませんか？